お疲れ様。お疲れ様。はい。今年は踊られるそうです。はい。今年の練習はいつから始めたわけですか。5月10日ぐらいから。あ、結構かけたんですね。うん、皆さんの雰囲気はどうですか。いいですよ、とっても。みんなも笑顔でやってますから。はい、ちなみに公民館長さんが好きな踊りの部分はどこですか。どこって、まあ、嫌いなところなんだけども、全部全体的に、好きな部分が多いですか。多いです。はい。ちょっと難しいなというところちょっとありますか、なんか。ここはちょっと難しいよな。いや、難しいと言葉では言えないけど、難しいところはもういっぱいあるよ。いっぱいある。うん、まあ、たまには間違ったり。まあ、今日は本番の小籠送りということで、はいはい、踊りも大事ですね、はいはい、皆さん の踊りも私も5年ぶりに楽しみしてますので、はいはいはい、頑張って踊ってみてください。はい、ありがとうございます。ご苦労様です。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です、ね、お疲れ様です。まあ、今日は小籠送りということで、はい、練習の成果はどうですか。どうですかね、披露してみないとちょっと分かりませんけど、はい、まあ、練習は結構積んできたので、はい、か練習はなんか5月ぐらいからですね、はい、5月から、ね、はい、新人が5人いたので、はい、新人さんは、はい、5人いたので、はい、はい、今年の新人さんはどうですか。はい、頑張ってよく覚えてくれたと思います。はい、はい、ちなみに、はい、踊りの好きな部分はありますか。好きな部分、はい、好きな部分、いや、もう、はい、特にはないです。はい。踊って何年ぐらいになるわけですか。何年ぐらいですかね。4年に1回回ってくるので、はいはいはい、まあ、コロナでちょっと7年ぶりですけど、あ、そうか、31の時からなんで、今58なのでですね。はい。はい、ちょっともうベテランに息が入ってますね。いやいや、全然ベテランじゃないです。まあ、です中堅ですから。中堅。はい、中堅だと思います。はい。今日は私も5年ぶりにちょっと来たんですけど、ああ、そうなんですね。はい、踊り楽しみにしてますね。はい、すみません。皆さんどうぞ頑張ってくださいね。はい、よろしくお願いします。楽しみしてますよ。はい、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様です、ね。お疲れ様です。はい、今日は小籠流しの本番ですけども、はい、踊りの方はいかがですか。まあ、初めての踊りとなりますが、まあ、練習の方も5月から一生懸命して、まあ、なんとか身になるようにやりました。まあ、今までの練習の成果を生かして一生懸命踊りたいと思います。特に踊りの中でちょっとここはちょっと難しいなと思ったことなんかありますか。まあ、最後の方の下にはですね、あれがちょっと難しかったですね。今日は本番ですので、はい、皆さん一生懸命頑張ってください、ね、はい、楽しみしてますので、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます、はい、失礼します。ペイノジランバー、ありがとうございます。はい、ご苦労さんです。 ありがとうございます。頼んでください、少々も。頼んでください、もう一回やってやろう。はい、立ったか。さっきこれを買うんだって。まだおみきはまだに先してちょこで先してちょこで痛むのが、はい、こんな踊りにできるのからだ。じゃあ揚げ物の水いただきます。じゃあチョコレートいただきます。いっぱい取ってください。お疲れさんです。いっぱい取ってください。
はい、はい、ありがとう。いただきます。ありがとうございます。あら、いいの？はい、どうぞ。私も待っていいですね。お気遣いしてます。何個もいいです。これも。これもどうぞ。はい。やってくれてね。私、あの、責任者として非常にこう、感銘でございます。で、この踊りも、指定を受けまして、皆様方にとっても、本国人にとっても、大事な踊りでございます。なんかどうか一つこうこの雰囲気を崩さないようにお願いをいたしたいと思います。で、暑い中ではあのございますけれども、まあ、体には十分に気をつけて踊る中でもあの喉が渇いたり引いたりするときには水分の補給もしたりして体調を整えてやっていただきますようにお願いをいたしまして、あの花簡単ではございますけれども一つよろしくお願いを申し上げます。ここに本能寺の踊りが盛大に行われることを嬉しく思っている次第でございます。この踊りはあの指定にもされておる大事な踊りでございますので、ゆっくりとご観覧をしていただきますようにお願いをいたします。終わります。
Thank you.
Oh.
みんなご苦労さんでした。もう暑かったです。あれ。そうですね。あのなんとか、はい、ちょっと大変でしたけども、まあ、そうですね。はい、無事に住んでよかったです。はい、ありがとうございました。ご苦労様でした。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした、ね。お疲れ様でした。はい。暑い中の小籠包でご苦労様でした。ご苦労様でした。戻ってどうですか。楽しかったです。はい、無事終わってよかったですね。はい、もういい仏様を送り出しができたと思います。はい。有望になったですね。本当に移住してきてよかったです。はい。本当あのご苦労様でした。ありがとうございました。はい、ご苦労様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。待ち待ち取ります。